原織です。もうすごいなんかいろんなスポーツが一緒になってるイベントってなかなかないのですごい楽しめました。だんだんとスケートボードっていうスポーツが、まあ、いろんな人に、まあ、知ってもらえるようになって観客も、まあ、いろいろな一般人も増えてきて、まあ、だんだん広まってきたんじゃないかなと思います。まあ、世界最高峰の大会ということで、まあ、緊張はしたんですけど、まあ、自分の思うような滑りができて、まあ、よかったところはあります。でもなんか、まあ、ちょっともうちょっと攻めることはできたかなと思って、まあ、これからそういうところを頑張っていきたいなと思います。自分はすごいメンタルが弱いのでそういうところを強くしながらも毎日練習して、まあ、スキルアップも目指していきたいと思います。いつもサポートありがとうございます。これからも頑張るのでよろしくお願いします。ファインプレー。